はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新年をね、迎えて1週間が経ちましたね。まあ、皆さんの中ではもうね、もうお仕事が始まった人たちがね、多いのではないのでしょうか。まあ、僕はまだまだこうステイホーム中でございますけどもね、まあ、ステイホームの前のね、プレステイホームが長かったので、まあ、皆さんと過ごしているこの今のステイホームではね、まあ、なんとも思うことはないんですけども、そんなね、ステイホームではね、皆さんにそのリモートの新年会では、まあ、オニオンスライスを食べましょうねというお話をね、まあ、昨日の動画でしたとこなんですよ。まあ、そんなね、その年末年始の動画ではですね、まあ、集中してね、コレステロールとかね、冠状動脈やる、なんか難しい話をね、続けてたんですけども、まあ、こんな話をしているきっかけとなった、まあ、元はといえばですね、白血病でございます。僕はね、2018年の3月にですね、急性骨髄性白血病になりましてですね、まあ、白血病とはね、その血液を作る細胞っていうのがあるんですけど、それがね、何らか その遺伝子異常によってね、がん化してしまって、それが増殖してしまう病気の象徴な、総称なんですよ。まあ、白血病にはですね、いくつかの、まあ、種類があるんですけども、まあ、進行の速さによってね、急性白血病と慢性白血病っていうのに、ね、大きく分けられます。急性白血病にはですね、AML、急性骨髄性白血病やね、ALL と呼ばれる急性リンパ性白血病なので、まあ、いくつか種類がありますけどもね、これにね、詳しい原因がね、まだ解明されてないんですよね。で、これらはね、まあ、主にですね、体のだるさとか発熱、あざ、まあ、鼻血などね、そんな症状がね、続くことから発見に至ります。今のその2つのね、白血病が出てきましたけどね、急性白血病の原因やね、症状などね、急性骨髄性白血病と、急性リンパ性白血病の違いについてね、これからちょっとお話ししていきます。急性白血病とはですね、白血病はね、その血液のがんと呼ばれる病気でしてね、血球を作る、細胞ががん化して増殖することで発症します。人間の体にはね、骨があるじゃないですか。その骨の中にね、内部にはですね、骨髄っていうのがあるんですよ。で、その骨髄っていうのは、この全ての血液の血球っていうのがあるんですけど、それを作り出す造血幹細胞という細胞があります。で、その造血幹細胞にはね、骨髄系幹細胞っていうのと、リンパ系幹細胞っていうのがありましてですね、骨髄系幹細胞が増殖分化すると赤血球、白血球、血小板が作られます。で、リンパ系幹細胞がね、増殖分化するとですね、最終的に T 細胞、B 細胞、NK 細胞が作られます。 T 細胞というのはですね、胸骨、胸の骨のここのね、真ん中に集まってくる骨があるんですけども、そこの骨の後ろにある心臓に乗っかるように存在する胸腺っていうのがあるんですけどね、その胸腺の部分で分化して成熟してできたリンパ球のことなんです。で、 T 細胞の T っていうのは胸腺を意味するタイムスっていう言葉があるんですね。それの頭文字の T です。ほんで、 B 細胞というのはですね、リンパ球の約 20% か 40% のほぼほぼ占めているね、まあ、骨髄で生産されて、骨髄内で分化して成熟するリンパ球のことです。で、 B 細胞の B っていうのは骨髄のね、ボーンメロっていう言葉があるんですけどね、それのボーンの頭文字を取った B です。ほんで、 NK 細胞というのはですね、ナチュラルキラー細胞という、ね、名前が付けられてるほどですね、まあ、文字通りにですね、まあ、生まれつきの殺し屋っていうね、怖いね、名前が付けられてるんですよね。で、その生まれつきの殺し屋の細胞が全身をパトロールしながらですね、がん細胞だったりウイルスの感染細胞だったりですね、それをこうパッと見つけてパッと攻撃する、リンパ球のことです。ほんで、それぞれね、その白血球、赤血球、血小板とかね、その細胞、リンパ球のその何ていうんですか、 NK 細胞とか T 細胞とか言ってるよ。で、それぞれに最終分化した細胞っていうのは、まあ、細胞ごとにね、その一定の寿命が来たらね、死んでしまいます。ほんで、この造血幹細胞の働きによってですね、こう人が生きている限りですね、その血球っていうのは、365日24時間作り続けられていきます。ほんで、そんな中ですね、未分化のね、血液細胞で、先ほどの血球まで至らなかった血液細胞で何らかのね、遺伝子の異常がね、まあ、一つ、あるいはまあ複数重なった形で起こるとですね、血球の分化がその子でパッと停止してしまって、
まあ、分化が止まった状態で血液細胞からこの壊れたじゃないな、分化が止まったまんま増殖し続けることで白血病という病気を発症します。でこのように分化が止まってしまって増殖し続ける細胞は蛾球という名前のね白血病細胞と呼ばれます。で当時はね僕はその、まあ、変なね自覚症状が続いてですね家の近くのお医者さんにね診てもらって、まあ、すぐね採血をされました。でその次の日にねそこの病院からですね、ヤスさん白血病かも分かりませんわ、命に関わることなのでねすぐ来てくださいとね電話がかかってきてですね、まあ、仕事中やったんですけども、まあ、オーナーに事情をね説明したらね、まあ、すぐに病院に行きなさいということで病院に向かせていただきました。その時にですねそこの先生からね血液から蛾球が出ました。これはね白血病を示す細胞ですと言われたんですよ。まあ、話を戻しますね。そんな蛾球が出るようなね骨髄系幹細胞で分化が止まった場合はですね急性骨髄性白血病、そんでリンパ系幹細胞で分化が止まった場合は急性リンパ性白血病と呼ばれます。で骨髄で白血病細胞が増殖してしまってね正常な血液をね血球を作れなくなるとですねその体にね症状が現れ始めます。まあ、具体的にはですね赤血球が減少することで貧血になったりとかね血小板の減少によって出血がね出たりします。で白血球が減少することで感染症にかかったりします。もう熱がバーって出てきたりとかね風邪をひきやすくなったりねインフルエンザにかかりやすくなったりするんです。ほんでそんなね感染症とか出血っていうのはね、まあ、重症化するとですねすごい命にかかることがあるんです。で急性骨髄性白血病とね急性リンパ性白血病のね発症のメカニズムっていうのはね、まあ、大きな違いはないんですけども治療に使うその抗がん剤はねいろいろ異なってくるんですよ。ほんでまたねその急性骨髄性白血病急性リンパ性白血病とともにですね脳とかね脊髄などのねこの中枢神経にねその白血病細胞がねこう浸潤する可能性がありますけども急性リンパ性白血病の場合はですねその傾向がより強いという特徴があるんです。ほんで急性骨髄性白血病の発症頻度はですね10万人あたりに 2,3 人ほどで10万人あたりに1人っていうほどのね急性リンパ性白血病とね、まあ、比較するとね僕がなった急性骨髄性白血病の人の方が患者さんの数は多いんです。で急性白血病の、ね、原因としてはね、まあ、ほとんどの例においてですねけどね詳しい原因というのはね未だ解明されておりません、まあ、しかしながら一部の例においてはですね白血病の原因がね特定できるケースもねあるんです。まあ、例えばねその人に対してですね発がん性があると報告されているベンゼンなどのね、まあ、特殊なね有機溶剤のね暴露によってね引き起こされる急性骨髄性白血病とかね、まあ、過去にね抗がん剤治療やね放射線治療をね受けた後にね発症する二次性白血病などがね挙げられます。暴露というのはですねある要因を持っていることとかですねそれを取り込んでしまうということなんです。それを暴露と言います。そしてそんなね白血病の症状というのはね急性の場合はね突然症状が現れるんですよ。で主な症状というのはね貧血の症状で出血で感染の3つです。でこれらの症状っていうのはね正常な血球がね減ることで現れます。いやしんどかったですねあの時はね。でこれらに加えて急性リンパ性白血病の場合はですね、まあ、特徴的な症状としましてはですね中枢神経の浸潤に伴う頭痛や吐き気ですね。でリンパ節主張、まあ、腫れることなんですけどリンパ節が腫れることなんですけどねその首のリンパの腫れとかね脾臓肝臓の腫れとかねあとは重核部のね腫瘍形成ですね、まあ、腫瘍形成というのは出来物のように形が変わることを言うんですけどもそのようなことがあります。重核部というのはですねその胸の胸部のですね左右の肺と胸椎と胸骨に囲まれた部分を指します。ほんで出血と感染はね重症化するとほんまに先ほども言いましたけども命に関わる場合があります。急激にね症状が出てくる上にですね進行が早いため注意が必要です。急性白血病の場合はですね白血病細胞が増えるスピードがね早くてね分裂がねすごい盛んなんですよ。でそのためにですね早期発見をすることはねすごく難しいことがあってですねでまあ、基本的にはね倦怠感とか発熱息切れとかね動悸とかねさまざまな自覚症状がね出てきて病院を受診して血液検査を受けることで 僕のようにね発見につながるケースが多いんです。もうほんまにあの時おかしいなと思ったんですよ。自分の体がまさかねこんなに疲れるかとかねこんなにだるいかとかねなるんですよね。でまあそんなね急性白血病っていうのは進行がスピードがすごい速いためにですねこう分かり次第速やかにね治療を受ける必要があります。ほんまにねその体調不良がすごい続いてですねもうその改善がね見られないようであればですねもう放置せずにもう病院を受診することが大切です。ほんで一
方ね、その最初に言いましたその慢性白血病の場合はですね、その初期はね、無症状のことが多いんですよ。なので、ね、まあ、健康診断とか検診で見つかることが多いんです。急性でも慢性でもね、見つかればね、もう早急に治療しないとね、本当に命に関わりますのでね、まあ、見つからないようなね、健康な状態がね、まあ、一番なんですけども、まあ、今はね、新型感染症もありますので、それなりにね、検査をしてね、自分の体のことを知るチャンスやと思います。病気にかからないのが一番なんですけどもね、まあ、予防も忘れずにね、自分の体をと向き合ってみてください。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。